会場からあるから、終わり。もしかしたら喋れないかもしれない。めっちゃ並んでる。タクシー乗り場サニオリオンフェア担当者が連絡出ないんで、はい、僕は怒ってるで電話。すいません、新幹線動き始めまして、東京に11時28分着。ビッグサイトの私が喋る時間が10時半、はい、そこからタクシーの移動で到着11時ぐらいからの会場からあるから終わり。終わり。あと向こう側の右サイドもどうですか。向こうサイドもあるんですけど、もしかしたら喋れないかもしれない。そうなったらマジで低いんですか。夕方前には帰ると思う。もうあと2分ぐらいで着く。マハラします。言ってるじゃん、そうやって。すいません、お待たせしました。やばいっすね。もう撮ってんの。はい、さすがや。寝たら全然ちゃうわ。え、なんか走ってたんですけど。え、違うっす、マジ別れてっす。あ、ミヤのチケット違う。こっちしかない。痩せてイケメンになりましたね。え、痩せてめっちゃイケメンになって。イケメンになりました。イケメンになりました。いや、なりました、なりました。ねえ、サワさん、だいぶ痩せたでしょ。全くゼロですね。え、それ性格の問題ですよ。間違いない。それ絶対そうです。性格の問題。タクシー乗り場めっちゃ並んでるよ。めっちゃ並んでる、タクシー乗り場。もう公演時間終わる頃に着くんじゃない。自分公演時間終わる頃に着くんじゃない。コモさんですか。違う違う違う、1時過ぎですね。まあそこで乱入して動画にするか。くしゃくしゃにして勝てるか。やばいやばい。くしゃくしゃ。サンサンに止められるかもしれない。で、サンサンが止める絵を撮らせてください。私は大丈夫ですけど、多分こう突然のことに対応できない。めちゃくちゃ弱い。弱い弱い弱い、めっちゃ弱いです。どこから喋らせてもらえんかな。いや、いけるんじゃん、今これ。せっかく俺資料も作ったで。どうだろうね。勝手に喋って集まるっていうのと怒られるみたいですか。漫才みたいな。漫才みたいに。俺らはなんかちゃんと、これか、これか、あれあるじゃないですか。いや、これじゃないと思う。西です。こっちですよ。こっちですよ。見えてますよ。見えてますよ。頑張って見えてますよ。まあ、登録が出店してるもんね。出店まさに、建築業界。全部もらってるけど絶対いらん。ここだったんだ。だってほら見て。サニオリオンフェア担当者が連絡出ないんで、はい、僕は怒ってるで電話出てもらいます。ちょうどだ。怒っちゃい。自分たちの
終わりの時だからね。電話がたまってるかもしれない、あちこちの人、うん、はぁ、ためいいな。せっかく来たら喋りたかったよな。嫌だけど来たら喋る。そこで喋ったら雨の中でもどこまで寂しいやん。つい、小間翔さん。どうぞ入りください。電話だけよろしいですか。お待たせいたしました。ありがとうございます。お待たせいたしました。大変お待たせいたしました。ただいまより日本の産業フェア2022経営セミナーを開始いたします。 YouTube 登録者1万人超え、売上人材増につながったノウハウ公開、チラシだけの営業から脱却しませんかと題し、小間翔株式会社代表取締役小間翔の久様にご講演いただきます。それでは小間翔様、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、足元の悪い中乗っていただいてありがとうございます。もともと船井総研さんのコンサルでいまして、もう船井総研さんもご用意して3年前から、2019年とか YouTubeとまでやってたんですね。ある日、たまたまなんですけども、YouTube でキングコングっていうことですね、梶原さんというか、梶さんという。で、その人が YouTube でチャンネル登録を1年間で100万人しなかったら、僕がすごい実は尊敬してる方がいまして、愛知県のその、ムルガドルさんっていう、まあ、もう、YouTube で言っても18万、19万人ぐらいいらっしゃる。ものすごい勉強させてもらってるんですけども、ことは全然違うエンタメ系をやっておられて、彼は彼で実は全部そこを狙ってやってるんですけど、わかった。アメリカか。で、彼が2年前ぐらいに言ってたことがあって、皆さん、ありがとうございます。なんか質問とかもしあれば、ご録音あるんですけど、大丈夫ですか。今回の会は17時まで開催しております。ご視聴の方はお待たせいたします。ちょっと待って見てこう。似てるな。あ、これ。あ、いるじゃん。手振られてる。こんにちは。あ、なんだろう。請求書のシステムがついにできたんですよ。また話聞いてください。ちょっと請求書に時間かかるんで、紹介お願いします。動画出ちゃっていいですか。あ、大丈夫です。はい、15秒、よーい、スタート。経理書類の DX 化サービスマネットと申しまして、協力会社さんと、工務店さんの。はい、終了。お願いします。お願いします。請求書を電子でやり取りするんで、紙が発生しないし、まあ、印紙もいらないし、はい、別に案件でも何でもないです、はい、本当にありがとうございます。私からお世話になって、会社を送金させてもらいました。これ小屋さん TV とか出てたんですか。今日はちょっと見てないんですけど、二階堂さん、社長です。あ、そうですよね。ああ、ありがとうございます。いや、もう本当めちゃくちゃ面白い。なんか別荘みたいなところ、もう何千平米みたいなところを、そうです、もともと旅館だったところ、旅館だったところ、はい、研修所に、研修所にして、専任を育てたの。宣伝お願いします。はい、CM お願いします。15秒で。はい、よーい、スタート。はい、全国のですね、職人不足に困っている、経営者さん、ぜひお尋ねいただけたらなと思います。職人不足。はい、よし、よー、はい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 、すごいですね、はい、本当に面白い、はい、小間社長がまた YouTube やってて、はい、結構今の見てますよね、はい、一応そうですね、はい、おかげさまで。ぜひ見てください。小屋さん TV とか別荘作ったりとか、なんか、はい、特殊なことをいっぱい YouTube でやってるんで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。福田さんでもないの、さっき入れ違いだったの。すごい、この人たちも YouTube 撮ってもいいですか。小林さんの知り合いです。
本当だよ。YouTube 出てますよ。切り替えどうぞ。こちらこそすみません。いや、しょうがない。大丈夫ですか？はい。大丈夫ですか？いや、大丈夫です。どうでもいいですか？どこ出ちゃっていいですか？あ、出てもいいですよ。もう、めっちゃ撮ってるじゃん。これ流れるんですか？流れます、流れます。流れますすいません、本当。で、どうしたんですか？座ってました？いや、めっちゃ座ってました。あ、マジですか？7割ぐらい座ってました。あ、マジですか？はい。それで人気ある方。はい。人気、だってあの時点で7割座ってるんで、はい、でも多分満席になったんですけど。マジですか？はい。しゃべりましたね。本当にすみません。いやまさかの大遅刻で。すごい。いやそうですね。またでも声かけてください。あ、もちろんです。今度早く行きますので。そうです。すみません。2回目やるんですよね。はい。2回目の遅刻やるんですよ。いやそれやったらさすがにもう業務業界から永久追放じゃないですか。どこにも呼ばれない。チケットちゃんとあの後書いてありました。ああ、ありがとうございます。ちゃんと書いてありました。よろしくします。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今日は日本フェア、はい、終了、終了、誰もしてないけど、はい、終了、ありがとうございました。ありがとうございました。今日俺もせっかく一生懸命作った資料なんで、はい、今後の SNS 何かで発表できたらね、うん、何かで発表できたら、またなんかイベントごととかで発表したいと思います。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと足場次第、はい、購入ちょこちょこお声かけていただいてますんで、はい、足場の購入と第3土曜日、はい、実習生の、うん、実習生やってますんで、ぜひそちらの方の参加もよろしくお願いします。お願いします。せーの、はい、名古屋に帰りやーて名古屋に帰りやーて名古屋弁出しすぎだったYeah.